久保さんこれ大和くんすげえ早起きっすね5時半ですか5時半はい、まあ、最近僕もね朝早いんですけどそう風俗店の話ね <laughs> なかなかまあ、確かにねその道を行った人しか理解されないわかんないことでしょうねその感覚っていうのはうんまあ一般の人とはちょっと違いますよね 昨日か一昨日ですね、熟成さんから報告いただいたんですけど、まあいろいろ書いてあって、まあその一般の人とあの考え方が合わなくなったと言われ、あの言われました言、言われたというかね、なんかその方が書いてあったんですけど、まあ、正直久保さんと僕はもう一般の常識の外で生きてるので、まあなんだ、全部なんか違うんですよね。 だからかみ合わないところが非常にあるなぁと思うのでまあこれからもね、まあ、この思想をねあの思想哲学考え方を発信して、まあ、こっちの世界に来たいんだったら来たいんだったら山登ないとダメだよっていう話をね、まあ、山の登り方だったりとか山に登るためにはこういうの必要だよとかね まあ、登った、登った人の考え方とかね。まあそういうのを伝えていこうかなと思うんですけど。まあこう、今回はあれにしましょうか。アインシュタインの、あの、あれにしようかな。アインシュタイン。僕好きなんですけど。アインシュタイン、偏見。アインシュタインさんのね、これで、ね、多分ね、 億万長者合宿でも何回かシェアしたと思うんですけど、常識とは18歳まで身につけた偏見のコレクションでしかないと。うん。常識とは、もうこっちにしようかな。常識とは、偏見のコレクションのことを言うと。あなたの常識って何なんですかね。うん。マインシュタインがね、このように説いてるんですよ。あなたの常識っていうのは18歳まで身につけた偏見のコレクションのことを言うっていうね。 これねうまいなと思いますけど、ねまあだからこの言葉をアインシュタインが残した理由としてはやっぱ他の人と見てた常識だったり考え方がやっぱ全然違うし理解されなかったからこの言葉を残したんじゃないかなと僕は思いますね逆になんだろうなアインシュタインのうなんだろうなジレンマというか一般人との考え方の違いのそのジレンマですよね それをなんか残したのかなと。うん。思いますね。まあ僕はその今はね、あの動画がありますんで動画で残し続けていこうかなと思いますけどまあそのうちその動画がね、あの僕が死んでもその動画がね、えー、何か影響を与えて何か人生を変えるきっかけになる人が、まあ、出てくると僕は思ってますしそう。まあ死んだ後もはあの、死んだ後もなんだろうな。 お金稼げるし死んだ後も何かいい影響を与えることができると僕は思ってますねうんここはすごいですよねテクノロジーアインシュタインの時代はなかったんですけどアインシュタインの時代はなかったけどアインシュタインクラスまで行くとこの文章がね刻まれるっていうだから僕はあの鹿児島に行った時に西郷隆盛さんの銅像とかがこう飾られてるわけですよ で、なんかそういう歴史に何かを名を残した、なんかすごい人は、なんか銅像が残ったりとか、まあこういう偉人の名言みたいな感じで語り継がれるんだけども、一般人の人って、まあ無理じゃないですか。久保さんの銅像が残るとか無理ですよね。なんか、広島市が久保さんを叩いてね、久保哲郎の銅像を作るとかまず多分ないと思うんですよ。福島市。どうすか。まあ今後あるのかわかんないですけど。 僕はあの自分は無理だなと思ったんですね。銅像を見たときに。じゃあ自分にできることって何だろうっていう。銅像は残せないし、言葉も偉人の名言として残せないけども、まあ、自分のメッセージはテクノロジーを使って YouTube っていう形だったりとかブログでこう残せるぞと思って。でなおかつ、そのテクノロジーの量をね圧倒的にやれば、誰よりも自分の言葉を残せるなと思いましたね。うーん 残したから何の意味があるのかって言われると意味はありますねうん原稿でそのお金も入ってくるし死んだ後もお金入ってくるだろうしまあその YouTube のアカウントあればねうんうまあ僕はまあ死ぬまでなんかメッセージを残し続けるってことですね逆に言うとアインシュタインができなかったことをアインシュタインはこのねまあなんだ 多分いろんな言葉を残してきたとは思うんですけど多分その語り継がれてる言葉って、まあ、僕が有名なアインシュタインの言葉で知ってるのはこの一つなんですよ、ね、他にも探せばアインシュタインの名言ってあると思うんですけど、まあ、それでも1万個とかないでしょうね1万個まとめてるブログとかの見たことないですもんアインシュタインの名言みたいな1万個みたいなせいぜい100とかじゃないですかあったとしても残されてたとしてもうーん 僕、これから動画いっぱい撮るんで、アインシュタイン越えできるかなと思いますけどね。<laughs> うん、はい。いってらっしゃい。